ニュースエブリーは2010年3月29日から2012年3月30日まで中京テレビで放送されていた夕方のローカルニュース番組である。同日に日本テレビで開始した夕方のニュース番組ニュースエブリーのローカル版でもあった。略称及びタイトルコールはエブリー。この項目では毎週土曜17時17時30分に放送されている。 ニュースエブリー、サタデーについても記述する。日本テレビの全国版で4年間放送されていた NNN ニュース、リアルタイムが終了し、新番組、ニュースエブリーとしてスタートさせるのに合わせて、中京テレビも夕方のニュース番組を新しくすることとなった。キャスター陣やスタジオセット、タイムテーブルは基本的には前番組、中京テレビニュース、 リアルタイムのものを踏襲している。キャスター陣は前番組時代の2009年3月に入れ替えが行われた関係で本番組も継続出演となった。時間はすべて日本標準時で記す。放送文を除くうちは土曜日のもの。平日の出演者土曜版の出演者平日の出演者土曜日の出演者ニュースエブリー、ニュースエブリー、サタデーここでは平日版、土曜版の両方を示す。 なお、土曜版については文末に印をつけた。ニュースエブリー、サタデーに関するカテゴリー。ありがとうございます。